2月14日水曜日5時から BS 日テレで放送の令和歌謡塾に村木番2代目橋幸夫に秋元純子が出演する。毎回演歌歌謡ゲストをスタジオに迎え新曲が披露される令和歌謡塾。歌い手直伝の歌唱ワンポイントレッスンが受けられ、カラオケファン必見の内容になっている。新曲は近年の村木団の歌の特徴である哀愁の世界観に対し、海に生きる力強い男の姿を歌にし、より新鮮なイメージで臨む暴れ船を披露する。さらに2代目橋幸夫いにが恋をするならを秋元純子がルージュの蝶々を歌唱する。令和歌謡塾放送 BS 日テレ日時2月14日水曜日5時30分出演。村木団2代目橋幸夫いに秋元純子司会。パク・ジュニョン&水木夏美、望月龍太郎&彩り青、月替わりお便りコーナー、三木純子関連リンク、令和歌謡塾オフィシャルサイト。